いつも見ていただきましてありがとうございます。今日は炊き込みご飯風を作ろうと思います。量をカットしました。素揚げ、人参、鶏肉、平茸、そしてごぼうです。これをお鍋で炊きます。これを砂糖とだし醤油で炊きます。蓋をして10分炊きます。中火で10分炊きます。具が炊き上がりました。これに少しみりんとお醤油、お塩などを加えて味見します。ご飯に具を入れます。ラップをしてチンし、これチンしました。炊飯器の中に入れておくと炊き込みご飯と白いご飯と両方食べれます。もっちりとして美味しくできました。ぜひ作ってくださいね。